少年探偵団、江戸川乱歩、黒い魔物、そいつは全身、墨を塗ったような、恐ろしく真っ黒な奴だということでした。黒い魔物、の噂は、もう、東京中に広がっていましたけれど、不思議にも、はっきり、そいつの正体を見極めた人は、誰もありませんでした。そいつは、暗闇の中へしか姿を現しませんので、何かしら、闇の中に、闇と同じ色のものが、もやもやと、うごめいていることはわかっても、それがどんな男であるか、あるいは女であるか、大人なのか子供なのかさえ、はっきりとはわからないのだということです。ある寂しい屋敷町の四番のおじさんが、長い黒板塀の前を、例の標識を叩きながら歩いていますと、その黒板塀の一部分が、ちぎれでもしたように、板塀と全く同じ色をした人間のようなものが、ひょろひょろと道の真ん中へ姿を現し、おじさんの提灯の前で、真っ白な歯をむき出して、ケラケラと笑ったかと思うと、さーっと黒い風のように、どこかへ走り去ってしまったということでした。四番のおじさんは、朝になって、みんなにそのことを話して聞かせましたが、そいつの姿があまり真っ黒なものですから、まるで白い歯ばかりが宙に浮いて笑っているようで、あんな気味の悪いことはなかったと、まだ青い顔をして、さも、恐ろしそうに、そっと、後ろを振り向きながら、話すのでした。ある闇の晩に、隅田川を下っていた一人の船頭が、自分の船のそばに妙な波が立っているのに気づきました。星もない闇夜のことで、川水は僕のように真っ黒でした。ただ櫓が水を切るごとに、薄白い波が立つばかりです。ところが、その櫓の波とは別に、船旗に絶えず、不思議な白波が立っていたではありませんか。まるで人が泳いでいるような波でした。しかし、ただ、そういう形の波が見えるばかりで、人間の姿は、少しも目に留まらないのです。船頭は、あまりの不思議さに、ぞーっと背筋へ水を浴びせられたような気がしたと言います。でも、痩せ我慢を出して、大きな声で、その姿の見えない泳ぎ手に、怒鳴りつけたということです。おい、そこに泳いでいるのは、誰だ？すると、水をかくような白い波がちょっと止まって、ちょうど、その目に見えない奴の顔のある辺に、白いものが現れたと言います。よく見ると、その白いものは人間の前歯でした。白い前歯だけが、黒い水の上にふわふわと漂って、ケラケラと、例の不気味な声で笑い出したというのです。船頭は、あまりの恐ろしさに、もう無我夢中で、後をも見ずに船を漕いで逃げ出したということです。また、こんなおかしい話もありました。ある月の美しい晩、上野公園の広っぱに佇んで、月を眺めていた、一人の大学生が、ふと気がつくと、足元の地面に、自分の影が黒々と映っているのですが、妙なことに、その影が少しも動かないのです。いくら首を振ったり、手を動かしたりしても、影の方は、じっとしていて身動きもしないのです。大学生は、だんだん気味が悪くなってきました。影だけが死んでしまって動かないなんて、考えてみれば恐ろしいことです。もしや自分は気でも違ったのではあるまいかと、もうじっとしていられなくなって、大学生はいきなり歩き始めたと言います。すると、ああ、どうしたというのでしょう。影はやっぱり動かないのです。大学生が、そこから3メートル、5メートルと離れていっても、影だけは少しも動かず、元の地面に横たわっているのです。
大学生はあまりの不気味さに立ちすくんでしまいました。そしていくら見舞いとしても、君が憎ければ悪いほど、かえってその影をじっと見つめないで入られませんでした。ところがそうして見つめているうちに、もっと恐ろしいことが起こったのです。その影の顔の真ん中が突然パックリと割れたように白くなって、つまり影が口を開いて白い歯を見せたのですが、そして例のケラケラという笑い声が聞こえてきたのです。皆さん、自分の影が歯をむき出して笑ったところを想像してごらんなさい。世の中にこんな気味の悪いことがあるでしょうか。さすがの大学生も、あっと叫んで、後をも見ずに逃げ出したということです。それがやっぱり、例の黒い魔物だったのです。後で考えてみますと、大学生は月に向かっていたのですから、影は後ろにあるはずなのを、目の前に、黒々と人の姿が横たわっていたものですから、つい、我が影と思い誤ってしまったのでした。そういう風にして、黒い魔物の噂は、日一日と高くなっていきました。闇の中から飛び出してきて、通行人の首を絞めようとしたとか、夜、子供が一人で歩いていると、まるで黒い風呂敷のように子供を包んで、地面をコロコロ転がっていってしまうとか、種々様々の噂が伝えられ、階段は階段を生んで、若い娘さんや小さい子供などは、もう怯え上がってしまって、決して夜は外出しないほどになってきました。この魔物は、昔の童話にある、隠れ蓑を持っているのと同じことでした。隠れ蓑というのは、一度その蓑を身につけますと、人の姿がかき消すように見えなくなって、人中で何をしようと思うがまま、どんな悪いことをしても、捕らえられる気遣いがないという、重宝な魔法なのですが、黒い魔物は、それと同じように、闇の中に溶け込んで、人目をくらますことができるのでした。インド人や南洋の土人の黒さは、本当の黒さではありません。その魔物の体は、どんな濃い墨よりも、もっと黒く、黒さが絶頂に達して、ついに人の目にも見えぬほどになっているのに違いありません。黒い魔物は、闇の中や、黒い背景の前では、忍術使いも同様です。どんないたずらも思うがままです。もしそいつが何か恐ろしい悪事を企んだならどうでしょう。悪いことをしておいて、捕らえられそうになったら、いきなり闇の中へ溶け込んで、姿を消してしまえばいいのですから、こんな優しいことはありません。また、捕らえる方にしてみれば、こんな困った相手はないのです。黒い魔物とは、果たして何者でしょうか。男でしょうか、女でしょうか、大人でしょうか、子供でしょうか。そしてまた、この得体の知れぬ黒い影帽子は、一体何をしようというのでしょう。ただ黒い田塀から飛び出したり、黒い水の中を泳いだり、人の影になって地面に横たわったりする。無邪気ないたずらをして喜んでいるだけでしょうか。いやいや、そうではありますまい。キャツは、何かしら、途方もない悪事を企んでいるのに違いありません。一体全体、どのような悪事を働こうというのでしょうか。この悪魔を向こうに回して戦う者は、小林少年を団長とする少年探偵団です。10人の勇敢な小学生によって組織せられた少年探偵団。団長は明智探偵の名助手として知られた小林、アスタリスク吉雄少年。その小林少年の先生は、言うまでもなく大探偵明智、アスタリスク小五郎です。日本一の私立名探偵と、その配下の少年探偵団。
相手は、お化けのような変幻自在の黒怪物。ああ、この戦いが、どのように戦われることでしょう。怪物追跡、闇と同じ色をした怪物が、東京都のそこここに姿を現して、闇の中で、白い歯を剥いてケラケラ笑うという、薄気味の悪い噂が、たちまち東京中に広がり、新聞にも大きく載るようになりました。念取った人たちは、きっと魔性の者がいたずらをしているのだ。お化けに違いないと、さも気味悪そうに噂し合いましたが、若い人たちは、お化け謎を信じる気に離れませんでした。それはやっぱり人間に決まっている、どこかのバカな奴が、そんな途方もない真似をして、面白がっているのだろうと考えていました。ところが、日が経つにつれて、お化けにもせよ、人間にもせよ、その黒い奴は、ただいたずらをしているばかりではない。何かしら恐ろしい悪事を企んでいるに違いないということが、だんだんわかってきたのです。後になって考えてみますと、この黒い怪物の出現は、実に異常な犯罪事件の糸口となったのでした。出来事は東京を中心にして起こったのですが、それに関係している人物は、日本人ばかりではなく、いわば国際的な犯罪事件でした。では、これから、黒い魔物のいたずらが、だんだん犯罪らしい形に変わっていく出来事を、順序を追ってお話しましょう。読者諸君がよくご承知の、小林少年を団長にいただく少年探偵団の中に、桂正一君という少年がいました。桂君のお家は、世田谷区の玉川電車の沿線にあって、柏総司くんたちの学校とは違いましたけれども、正一くんと総司くんとはいとこ同士だものですから、総司くんに誘われて少年探偵団に加わったのです。桂くんは、自分が探偵団には行っただけでなく、やはり玉川電車の沿線にお家のある、旧友の篠崎はじめくんを誘って、二人で仲間入りをしたのです。ある晩のこと、桂正一くんは、電車一駅ほど隔たったところにある、篠崎くんのお家を訪ねて、篠崎くんの勉強部屋で、一緒に宿題を解いたり、お話をしたりして、8時頃まで遊んでいましたが、それから、お家に帰る途中で、恐ろしいものに出会ってしまったのです。もし、臆病な少年でしたら、少し回り道をして表通りを歩くのですけれど、桂くんは学校では少年、アスタリスク相撲の選手をしているほどで、腕に覚えのある豪胆な少年でしたから、裏通りの近道を、テクテクと歩いていきました。両側は長い板塀や、コンクリート塀や、生垣ばかりで、街灯もほの暗く、夜更けでもないのに、全く人通りもない寂しさです。春のことでしたから、気候はちっとも寒くないのですが、そうして、まるで死に絶えたような夜の街を歩いていますと、なんとなく首筋のところが、ゾクゾクと嘘寒く感じられます。一つの曲がり角を曲がって、ひょいと前を見ますと、20メートルほど向こうの街灯の下を、黒い人影が歩いていきます。それが、おかしなことには、帽子もかぶらず、着物も着ていない。そのくせ、頭のてっぺんから足の先まで、炭のように真っ黒な人の姿です。さすがの桂少年も、この異様な人影を一目見ると、ぞーっとして立ちすくんでしまいました。あいつかもしれない、噂の高い黒い魔物かもしれない。心臓がドキドキとなってきました。背筋を氷のように冷たいものが、スーッと走りました。桂くんはもう少しのことで、一目散に後ろへ逃げ出すところでした。
しかし、逃げなかったのです。やっとのことで踏みとどまったのです。桂くんは、自分が名誉ある少年探偵団の一員であることを思い出しました。しかも、たった今、篠崎くんの家で、黒い魔物の話をして、僕が、もしそいつに出会ったら、正体を見表してやるんだがなぁ。と、大きなことを言ってきたばかりです。桂くんは少年探偵団のことを考えると、にわかに勇気が出てきました。生垣の陰に身を隠して、じっと見ていますと、怪物は、後ろに人がいるとは少しも気のつかぬ様子で、ひょこひょこ踊るように歩いていきます。見間違いではありません。確かに全身真っ黒な、まるで黒猫みたいな人の姿です。やっぱりお化けや幽霊じゃないんだ。ああして歩いているところを見ると、人間に違いない。桂くんは、大胆にも、相手に悟られぬよう、そっと後をつけてやろうと決心しました。怪物は、まるで地面の影が、ふらふらと立ち上がって、そのまま歩き出したような感じで、ぐんぐんと遠ざかっていきます。恐ろしく速い足です。桂くんは、物陰へ物陰へと身を隠しながら、相手を追っかけるのが、やっとでした。町を離れ、人気のない広っぱを少し行きますと、大きな寺のお堂が、星空にお化けのようにそびえて見えました。妖源寺という江戸時代からの古いお寺です。黒い魔物は、その妖源寺の生垣に沿って、ひょこひょこと歩いていましたが、やがて、生垣の破れたところから、お堂の裏手へ入ってしまいました。桂くんは、だんだん気味が悪くなってきましたけれども、今更尾行をよすのは残念ですから、両手を握りしめ、下腹にぐっと力を入れて、同じ生垣の破れから、暗闇の寺内へと忍び込みました。見ると、そこは一面の墓地でした。古いのや新しいのや、無数の石碑が、じめじめと苔むした地面に、ところ狭く立ち並んでいます。空の星と、常夜灯のほのかな光に、それらの長方形の石が、薄白く浮かんでいるのです。桂くんは階段などを信じない現代の少年でしたけれど、そこが無数の死骸をうずめた墓地であることを知ると、ぞっとしないで入られませんでした。怪物は、石碑と石碑の間の狭い通路を、右に曲がり左に曲がり、まるで案内を知った我が家のように、ぐんぐんと中へ入っていきます。黒い影が白い石碑を背景にして、一層くっきりと浮き上がって見えるのです。桂くんは、全身にびっしょり冷や汗をかきながら、我慢強くその後を追いました。幸い、こちらは背が低いものですから、石碑の陰に身を隠して、ちょこちょこと走り、時々背伸びをして、相手を見失わないようにすればよいのでした。ところで、桂くんが、そうして、何度目かに背伸びをした時でした。びっくりしたことには、思いもよらぬ間近に、石碑を二つほど隔てたすぐ向こうに、黒い奴が、ぬっと立っていたではありませんか?しかも、真正面にこちらを向いているのです。真っ黒な顔の中に、白い目と白い鳩が見えるからには、こちらを向いているのに違いありません。怪物は最前から、ちゃんと尾行を築いていたのです。そして、わざとこんな寂しい墓地の中へ、おびき寄せて、いよいよ戦いを挑もうとするのかもしれません。桂少年は、まるで猫の前のネズミのように、体がすくんでしまって、目をそらすこともできず、その真っ黒な影帽子みたいなやつと、じっと、顔を見合わせていました。胸の中では、心臓が破れそうに鼓動しています。今にも、今にも、飛びかかってくるかと、
観念をしていますと、突然、怪物の白い歯がぐーっと左右に広がって、それがガクンと上下に分かれ、ケラケラケラ、と、ケチョウのような声で笑い出しました。カツラくんは何が何だか、もう無我夢中でした。恐ろしい夢を見て、夢と知りながら、どうしても、目が覚ませない時と同じ気持ちで、助けてくれーと叫ぼうにも、まるで推しになったように、声が出ないのです。ところが、怪物の方では、別に飛びかかってくるでもなく、嫌な笑い声を立てたまま、ふいと石碑の陰に、身を隠してしまいました。隠れておいて、またバーと現れるのではないかと、立ちすくんだまま、息を殺していても、いつまで待っても、再び現れる様子がありません。と言って、その石碑の向こうから立ち去った気配もないのです。もしその場を動けば、石碑と石碑の間に、チロチロと黒い影が見えなければなりません。深い海の底のように静まり返った墓地に、たった一人、取り残された感じです。どちらを向いても動くものとてはなく、冷たい石ばかり、カツラくんは、夢に夢見る心地でした。やっと気を取り直して、最前まで怪物が立っていた石碑の向こうへ、おずおずと金寄ってみますと、そこはもう空っぽになって、人の気配などありません。念のために、その辺をくまなく歩き回ってみても、どこにも黒い人の姿はないのです。たとえ地面を張っていったとしても、その場所を動けば、こちらの目に映らぬはずはないのに、それが少しも見えなかったというのは、不思議で仕方がありません。あの怪物は西洋の悪魔が、パッと煙を出して、姿を消してしまうように、空中に消え失せたとしか考えられません。あいつは、やっぱりお化けだったのかしら。ふと、そう思うと、カツラくんは、我慢に我慢をしていた恐怖心が、腹の底から込み上げてきて、何か得体の知れぬことをわめきながら、無我夢中で墓地を飛び出すと、息も絶え絶えに、明るい町の方へ駆け出しました。桂少年は、怪物は墓地の中で、煙のように消えてしまったということを、後々までも固く信じていました。しかし、そんなことがあるものでしょうか。もし黒い魔物が人間だとすれば、空気の中へ溶け込んでしまうなんて、全く考えられないことではありませんか。人さらい、墓地の出来事があってから二日の後。やっぱり夜の八時ごろ、篠崎はじめくんのお家の、立派な御門から、30歳ぐらいの上品な婦人と、5つぐらいの可愛らしい様相の女の子とが、出てきました。婦人ははじめくんのおばさん。女の子は小さいいとこですが、二人は夕方から篠崎くんのお家へ遊びに来ていて、今、帰るところなのです。おばさんは、大通りへ出て自動車を拾うつもりで、女の子の手を引いて、薄暗い屋敷町を、急ぎ足に歩いていきました。すると、またしても、二人の後ろから、例の黒い影が現れたのです。怪物は塀から塀へと伝わって、足音もなく、少しずつ、少しずつ、二人に近づいていき、1メートルばかりの近さになったかと思うと、いきなり、可愛らしい女の子に飛びかかって、小脇に抱えてしまいました。あれ、何をなさるんです。夫人はびっくりして、相手にすがりつこうとしましたが、黒い影は、素早く片足を上げて、夫人を蹴倒し、その上にのしかかるようにして、あの白い歯を剥き出し、ケラケラケラ、と笑いました。夫人は倒れながら、初めて相手の姿を見ました。そして、
噂に聞く黒い魔物だということがわかると、あまりの恐ろしさに、あっと叫んだまま、地面にうつ伏してしまいました。その間に、怪物は女の子を連れて、どこかへ走り去ってしまったのですが、では、黒い魔物は、恐ろしい人さらいだったのかと言いますと、別にそうでもなかったことが、その夜更けになってわかりました。もう11時頃でしたが、篠崎くんのお家から1キロほども離れた。やっぱり玉川電車沿いの、ある寂しい屋敷町を、一人のおまわりさんが、コツコツと巡回していますと、人通りもない道の真ん中に、5つぐらいの女の子が、しくしく泣きながら佇んでいるのに出会いました。それが最前黒い怪物にさらわれた、篠崎くんの小さいいとこだったのです。まだ幼い子供ですから、おまわりさんがいろいろ尋ねても、何一つはっきり答えることはできませんでしたが、片言混じりの言葉を、つなぎ合わせて判断してみますと、黒い怪物は、子供をさらって、どこか寂しい広っぱへ連れて行き、お菓子などを与えて、ご機嫌を取りながら、霊前を訪ねたらしいのですが、木村幸子、と、お母さんに教えられている通り答えますと、怪物は、急に荒々しくなって、幸子さんをそこへ捨ておいたまま、どこかへ行ってしまったというのでした。どうも、前後の様子から、怪物は、人違いをしたとしか考えられません。誰でもいいから、子供をさらおうというのではなくて、ある決まった人を狙って、つい人違いをしたらしく思われるのです。では、一体、誰と人違いをしたのでしょう。その翌日には、矢継ぎ早に、またしても、こんな騒ぎが起こりました。場所はやっぱり篠崎くんのお家の前でした。今度は夜ではなくて、真昼間のことですが、ちょうど門の前で、近所の4つか5つぐらいの女の子が、たった一人で遊んでいるところへ、陳丼屋の行列が通りかかりました。丹下左前の扮装をして、大きな太鼓を胸にぶら下げた男を先頭に、若い様相の女の三味線弾き、シルクハットに塩ビ服のビラ配り、ハッピ姿の旗持ちなどが、一列に並んで、音楽に合わせ、お尻を振りながら歩いてきます。その行列の一番後ろから、白と赤とのだんだら染めのダブダブの道化服を着て、先に鈴のついたとんがり帽子をかぶり、顔には西洋人みたいな道化のお面をつけた男が、ふらふらとついてきましたが、篠崎家の門前の女の子を見ますと、おどけた調子で手招きをしてみせました。女の子は快活な性質と見えて、招かれるままに、ニコニコしながら、道化服の男のそばへ駆け寄りました。すると、道化服は、これあげましょう、と言いながら、手に持っていた美しいアメンボを、女の子の手に握らせました。もっと、どっさりあげますから、こちらへいらっしゃい。道化服はそんなことを言いながら、女の子の手を引いて、ぐんぐん歩いていきます。子供は、美しいお菓子の欲しさにつられて、手を引かれるままに、ついていくのです。ところが、そして100メートルほども歩いたとき、道化服の男は、突然、陳丼屋の列を離れて、女の子を連れたまま、寂しい横丁へ曲がってしまいました。陳丼屋の人たちは、別にそれを怪しむ様子もなく、まっすぐに歩いていくのです。道化服は、横丁へ曲がると、ぐんぐん足を速めて、女の子を、近くの神社の森の中へ連れ込みました。おじちゃん、どこ行くの？女の子は、人影もない森の中を見回しながら、まだ、それとも気づかず、無邪気に尋ねるのです。いいところです。お菓子屋、
お人形のどっさりある、いいところです。道化服の男は、東京の人ではないらしく、妙に癖のある訛りで、一こと一こと、区切りながら、言いにくそうに言いました。お嬢さん、目前行ってごらんなさい。何という名前ですか？あたち、ターちゃんよ。女の子は、あどけなく答えます。もっと本当の名前は、お父様の名は、宮本っていうの。宮本、本当ですか？篠崎ではないのですか？違うわ、宮本よ。絵は、さっき遊んでいたうち、お嬢さんのうちではないのですか？ええ、違うわ、あたちのうち、もっと小さいの。それだけ聞くと、道化服の男は、いきなりターちゃんの手を離して、お面の中で、チェッと舌打ちをしました。そして、もう一言も物を言わないで、女の子を森の中へ置いてけぼりにして、さっさとどこかへ立ち去ってしまいました。やがて、その奇妙な出来事は、ターちゃんという女の子が、泣きながら帰ってきて、母親に告げましたので、街中の噂となり、警察の耳にも入りました。幼い女の子の報告ですから、森の中での問答が詳しく分かったわけではありませんが、道化服のちんどん屋が、ターちゃんを連れ去ろうとして、中途でよしてしまったらしいことだけは、おぼろげながら分かりました。前夜の黒い魔物と同じやり方です。いよいよ、誰かしら、5つぐらいの女の子が狙われていることが、はっきりしてきました。5つぐらいの女の子といえば、篠崎はじめくんにも、ちょうどその年頃の、可愛らしい妹があるのです。もしや怪物が狙っているのは、その篠崎家の女の子ではありますまいか。前後の事情を考え合わせると、どうもそうらしく思われるではありませんか。隅田川だとか、上野の森だとか、東京中のどこにでも、あのぶ気味な姿を現して、いたずらをしていた黒い影は、だんだんその現れる場所を狭めてきました。桂正一くんが出会った場所といい、篠崎くんの小さいいとこがさらわれた場所といい、今度はまた、ターちゃんが連れ去られようとした場所といい、みんな篠崎くんのお家を中心としているのです。怪物の目的が何であるかが、少しずつ分かってきました。しかし、ただ子供をさらったり、その子を人質にしてお金をゆすったりするのでしたら、何も黒い影なんかに化けて、人を脅かすことはありません。これには何か、もっともっと深い企みがあるのに違いないのです。呪いの宝石。さて、門の前に遊んでいた女の子がさらわれた、その夜のことです。篠崎はじめくんのお父様は、非常に心配そうなご様子で、顔色も青ざめて、お母様とはじめくんと、そっと、奥の座敷へお呼びになりました。はじめくんは、お父様の、こんな打ち沈まれたご様子を、後にも先にも見たことがありませんでした。一体、どうなすったのだろう。何事が起こったのだろう。と、お母様もはじめくんも、気がかりで胸がドキドキするほどでした。お父様は座敷の床の間の前に、腕組みをして座っておいでになります。その床の間には、いつも花瓶の置いてあるシタンの台の上に、今夜は妙なものが置いてあるのです。内側を紫色のビロードで貼り詰めた四角な箱の中に、恐ろしいほどピカピカ光る、直径1センチほどの玉が入っています。はじめくんは、こんな美しい宝石が、お家にあることを、今まで少しも知りませんでした。私はまだ、お前たちに、この宝石にまつわる、恐ろしい呪いの話をしたことがなかったね。私は、そんな話を信じていなかった。
つまらない話を聞かせて、お前たちを心配させることはないと思って、今日まで黙っていたのだ。けれども、もう、お前たちに隠しておくことができなくなった。夕べからの少女おびかい騒ぎは、どうもただごとではないように思う。私たちは、用心しなければならぬのだ。お父様は、打ち沈んだ声で、何か非常に重大なことを、お話になろうとする様子でした。絵は、この宝石と、夕べからの事件との間に、何か関係があるとでもおっしゃるのでございますか？お母様も、お父様と同じように青ざめてしまって、息を殺すようにしてお尋ねになりました。そうだよ、この宝石には、恐ろしい呪いがつきまとっているのだ。その話がデタラメでないことがわかってきたのだ。お前も知っているように、この宝石は、おととし、中国へ行ったとき、上海である外国人から買い取ったものだが、その値段がひどく安かった。時価の10分の1にも足らない、5万7000円という値段であった。私は、大変な掘り出し物をしたと思って、喜んでいたのだが、後になって、別のある外国人がそっと私に教えてくれたところによると、この石には、妙な因縁話があって、その事情を知っている者は、誰も買おうとしないものだったから、それで、こんな安い値段で、手放すことになったのだろうというのだ。その因縁話というのはね、お父様は、ちょっと言葉を切って、二人にもっとそばへ寄るようにと、手招きをなさいました。はじめくんは、少しお父様の方へ膝を進めましたが、なんだか恐ろしい階段を聞くような気がして、背中の方が嘘寒くなってきました。気のせいか、いつも明るい電灯が、今夜は、妙に薄暗く感じられます。この宝石は、元はインドの奥地にある、ある古いお寺のご本尊の、大きな仏像の額にはめ込んであったものだそうだ。はじめは学校で教わったことがあるだろう、白毫というものだ。ことの起こりは、今から100年も前の話だが、そのお寺の付近に戦争があって、お寺は焼けてしまうし、たくさんの人が死んだ。その時、仏像の顔にはめ込んであった宝石を、敵が持って行ってしまったんだね。それから、宝石はいろいろな人の手に渡って、ヨーロッパの方へ買い取られていった。非常に値打ちのある宝石だから、誰でも高い代価で買い取るのだね。また、その戦争の時に、その部落の殿様のお姫様が、敵の玉に当たって死んでしまった。まだ若い綺麗なお姫様だったそうだが、殿様が大変可愛がっておいでになったばかりでなく、その部落のインド人は、このお姫様を神様のように敬った。その大事のお方が、敵の玉に当たって、儚く死んでしまった。部落のインド人たちは、この二つの悲しい出来事を、いつまでも忘れなかった。仏像の命とも言うべき白毫を奪い返さなければならない。お姫様の仇を討たなければならない。その二つのことが、一つに結びついて、この宝石につきまとう呪いとなったのだ。それはインド中でも一番信仰の厚い部落で、部落中の者が、その仏像を気違いのように信じ、敬っていたということだ。仏様のためには、どんな艱難辛苦も厭わない。命なんかいつでも捨てるという切符なんだ。そこで、大切な仏像を怪我し、殿様の娘の命を奪った外国人の軍人を、仏様になり代わって罰することが決議され、部落を代表して、恐ろしい魔術を使う命知らずの、二人のインド人が、
敵を探して世界中を旅して歩くことになった。その二人が病死すれば、また別の若い男が派遣される。そして、何十年でも、何百年でも、宝石を元の仏像の額に戻すまでは、この呪いは解けないというのだ。それ以来、この宝石を持っている者は、絶えず真っ黒な奴に狙われている。ことにその家に幼い女の子があるときは、お姫様の仇討ちだというので、まず女の子をさらっていって、人知れず殺してしまう。その死体は、どんなに警察が探しても、発見することができないということだ。私が上海である外国人に聞いた因縁話というのは、まあこんな風なことだったがね。無論、私は信用しなかった。そんな馬鹿なことがあるものか。これはきっと、話をした外国人も宝石を欲しがっていたのに。私が先に買ってしまったので、根もない怪談を話して聞かせ、私から宝石を元値で買い取る気に違いないと思った。そして、私は、つい近頃まで、そんな話はすっかり忘れてしまっていた。ところが、ゆうべも今日も、私たちの家を中心として、幼い女の子がさらわれたのを見ると、また、そのさらった奴が、真っ黒な怪物だったということを思い合わせると、私は、どうやら、気味が悪くなってきた。例の因縁話とぴったり一致しているのだからね。絵は、うちの緑ちゃんがさらわれるかもしれないと、おっしゃるのですか？お母様は、もうびっくりしてしまって、今にも、緑ちゃんを守るために立ち上がろうとなすったくらいです。緑ちゃんというのは、今年5歳のはじめくんの妹なのです。うん、そうなのだよ。しかし、今は心配しなくてもいい。私たちがここにいれば、緑は安全なのだからね。ただ、これから後は、緑を外へ遊びに出さぬよう、家の中でも常に目を離さないようにしていてほしいのだよ。いかにも、お父様のおっしゃる通り、緑ちゃんの遊んでいる部屋へは、この座敷を通らないではいけないのです。それに、緑ちゃんのそばには、ばあややお手伝いさんがついているはずです。続く、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。とても励みになります。